お待たせいたしました。市民球場です。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は左の秋山、対するライオンズの先発は右の渡辺、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。左の秋山、マウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは古川、はい、第1球投げました、直球ストライク、少し迷ったか。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、これで追い込みました、見送ってボール。第4球を投げました、完全に外れた、ボール。第5球投げました、流し打ちと福田、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。ライト昼間背番号9。第1球投げました、1球目ストレート空振り。第2球ストライク、これで追い込みました。第3球はボール、次は4球目投げた、ボール。次は5球目、内角低め、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。背番号63。第1球投げた、スライダーはストライク、バットが空を切りました。初球空振りからまっすぐ見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。外角空振り三振、秋山三安がうなります。秋山今日は上々の立ち上がりです。2回の表、2点を追いかけますライオンズの攻撃、トップバッターはブランドン。第1球ストライク、1球目ストライクから決まってストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、チェンジアップ、見逃し三振。先ほどのプレーです。バッターは指名打者ペイトン、背番号10。第1球初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから打ちました、これはセカンド正面、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番渡辺、渡辺健斗、背番号8。第1球ボール。第2球投げた、打った、引っ張った、クリーンヒット、渡辺ナイスバッティングです。バッターは7番山村、山村背番号32。第1球投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。投げました、流し打ち、取りました、これで3アウト。一塁ランナー渡辺残塁に終わりました。2回の表が終わって2対0です。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは岸、ボール。投げました、2球目ストライク、投球は3球目投げました、3球目空振り、追い込んで第4球をチェンジアップ、空振り三振。バッターは9番斉藤、斉藤雅人背番号70。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げた、直球ストライク、インローへ、追い込んでいます。投げた、打った、ファール。第5球投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。レフト古川。第1球投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、外角低め、見送ってストライク。第3球を投げました、チェンジアップはボール、アウトローへ。第4球は打った、バットが折れました。福田ボールを掴んだ、ベースカバーに入る、秋山取ってアウト、3アウトチェンジ。さあ、リプレイです。秋山この回ピシャッと3人で抑えています。3回の表が終わって2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは昼間、ボール。第2球アウトローへ、ストライク。第3球を投げました、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、危ない球。さあ5球目
打ちました。ファーストの横、アウト。福田ベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番長谷川。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げた、アウトロー。ストレートは外れてボール。第4球を投げた、打ちました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番ブランド。第1球投げた、初球から打ってった、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。センターからセカンドへ、ブランドン、ツーベースヒットを放ちました。バッターは DH のペイトン。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れ、打った、これは強烈、入れば同点だ。入った入った、ホームラン、同点、ツーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。失投だったでしょうか、完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。右バッターボックスは渡辺。渡辺健斗。第1球投げた、初球決まってストライク。まずは入れてきました、投げた、打ちました、これは内野フライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって2対2、秋山とうとう打たれてしまいました。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは山村。第1打席はサードフライに倒れています。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、打ちました、上田、落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番岸。今日の第1打席はスイングアウト、ファールボール。第2球、危ない球。第3球を投げました、3球目空振り。さあ4球目、チェンジアップはボール。第5球投げました、ストレートはボール。第6球は空振り三振。左バッターボックスは9番斉藤。第1球投げた、外れた、ボール。投球これから2球目、スライダーボール。第3球を投げた、3球目空振り、少し迷ったか。第4球を投げた、おっと自打球。次は5球目、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。秋山、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって2対2です。同点で迎える6回です。バッターは陽川。第1球投げた、初球ストライク、インローへ。第2球投げた、これも空振り。第3球を投げました、見送ってボール。投げました、これは引っ掛けた、池田取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打川越。ライオンズ代打構成に出ます。背番号72。第1球低め、外角ストライク、まずは決めてきました。投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球アウトコース、直球は外れてボール。投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球アウトロー、際どい球、ボール。投げました、打った、痛烈な当たり、ライナー破った。長谷川、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番ブランドン。第1球ランナー走った、投球ストライク、二塁送球、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ次の投球、ボール。第3球空振り。第4球を投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。秋山、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって2対2です。マリーンズ1点差で逃げ切りました。
本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手横山、西武小沼、敗戦投手久門でございました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。